こんにちは、三原自動車営業の福田です。今回ご紹介する車は、平成8年式の三菱 RV-R になります。最近同じ名前で車三菱また出してますけど、全然フォルムの違う、本当にもう RV、 グリルガードとかもあってですね、大変武骨な感じの RV 車じゃないかなというふうに思います。でもちろん4WD ということで、あとこの車はグレードがスーパースポーツギアっていうんですけど、ボンネットにエアインテークがありますけど、三菱ファンなら皆さん大好き、4G63 ですね、ランエボと同じタイプのエンジンがついてます。ランエボのような280馬力ではないんですけど、ちょっとやっぱりこうファミリーカーじゃないですか、ちょっとデチューンして230馬力になった4G63 が乗ってますので、車重はちょっとありそうですけど、やっぱり走りはいいんじゃないかなというふうに思います。あとこの車カタログでは4人乗りと5人乗りっていうのがあるんですけど、この車は4人乗り仕様の RV-R になります。でこちらスライドドアついてますけど、あと反対側も見てもらうとあれなんですけど、運転席側には、後部座席 のドアはないので、後部座席に乗り降りするときはもう助手席側だけとい こう割り切った作りになってますので、周りちょっとずらっと見ていきましょうか。そうですね、うん、いやこの車はね、俺も当時から大好きな車なんで、ちょっとテンション上がりますね。いいですよね、これ後で内装も見てもらいますけど、ディアシートも面白いからくりがあるので。そうですよね。いや本当に当時大ヒットしたというか、当時トヨタ、日産、三菱の時代の代表的な車、そうですね、1台じゃないでしょうか。はい。いやかなりこんな状態のいい RV-R も珍しいですね。ほぼほぼフルレストはしました。またこれは日本一高い RV-R になるんじゃないですか。間違いないですね。多分日本一高い RV-R と思います。これは基本的にはもうほぼ純正のままを再現というところですか。そうですね。ホイールぐらいですかね。ホイールは多分カタログで見るとアルミホイールがついてるので、はい、これは RV-R 用のホイールなんですけど、ちょっと1個ランクグレードグレードが低いやつが低いやつのタイヤがついてるんじゃないかなと思います。あとこれ謎なのは、さっきもねちらっと言いましたけど、横のステッカーがどうなってるかっていうところぐらいですかね。そうですね。ひょっとするとオプションであったかもしれないですけど、なんかちょっと殺風景な、そうですよね、なんかついてたイメージが感じもしないことはないですけど。ありますけど、この顔がねやたらごつい、そうですよね、当時の特徴ですよね。誰も得しないこのなんかカンガルーガードっていうんですか、当時なんて言ったのかな、これはグリルガードとか、あとはオーストラリアの呼び名じゃないですけど、カンガルーバンパーっていうんですかね、カンガルー避けみたいな、なんか近いぐらいの、ちょっと日本では不必要なぐらいのこのゴツさが、ね、当時はこれかっこいいと思ってたんですよね。デザイン的には似合いますよね。めちゃめちゃいいですよね。はい、本来は低グレードはこれついてない素の状態でね、販売もされてますけども、ね、このタイプがついてるのはグレード的にはこのスーパースポーツギアだけなんですね。はい、あとはカタログ見るとここだけのやつもあるみたいですけどね。あ、そうでしたっけ。はい、もうライトまでぐるっといってるのはもうこのスーパースポーツギアだけみたいですね。で先ほど置いたみたいに、こちらにはドアがないので、はい、これも特徴的ですよね。そうなんですよね。時代的に言うと同年代というか90年代だと、初代のワゴン R とか、はい、こういう形、ここはスライドドアではないですけども、そうですね、安全性プラス、剛性を高めるみたいな、あと軽量化ですかね。ドア重いですからね、しっかりしてますもんね、なんか作りが。そうですよね。こういう音もなんか鉄板らしさ違うよねっていう感じがしますよね。鉄のイメージがありますね。でどうしても、もう当時もうこれさえついてれば売れたと言われているルーフレールですね。そうです、年に 2,3 回行くスキーのためだけについてるファッションアイテムに近いですけども。でもちょっと車の作り的に
後部座席ゆったり使うとラゲッジルームがちょっと狭いので、これはありがたいかもしれないですね。なるほど、そっかそっか、アウトドアやられる方には。後でね、中は見ますけども、本当にね、人が快適に乗るスペースがちゃんと確保されているので、はい、でリアもね、このごつい感じ、もうちょっとね、これパッと見ると、これリアゲートどうやって開けるのっていう感じになると思うんですけど、ちょっと開けてもらってもいいですかね。そうですね、もう不便なんですけど、もうここを開けて、ここですね、はい、外してで上げるという形になります。ガードがね、専用のこのちゃんと分離する形になっているっていう。でも後ろから見るとね、今の本当ワンボックスワゴンみたいな椅子の作りの形状になっているのが分かると思うんですけども、ちょっとせっかくなんでこれもやってみましょうか、外してみましょうか。これ簡単に外れるんですよね、確かに。でこれガツッと外すと、置いといて、まあ広いです、中は。1階の向こうに押す、これ下げるじゃないですか、こうなるんですね。そうか、こういう感じか、はい、それでバカッとこう広い荷台が、荷室が、そうですね、これで荷室は広くなります。これまたアレンジがいろいろあって、これはいわゆるもう荷室を広くするバージョン。そうですね、こうだ。ああ、そうですね、はい、よいしょ、よいしょ。でこっからがまたで、これをこうすると、これがすごいですよね。まあ寝れますみたいな普通に我々のような体格の人間でも寝れます。はい、まあ、あとドア閉めるときはヘッドレスト外さないといけないですけど。あ、そうですね、ここの分だけちょっとはみ出してはいるので、それでももう本当にゆっくりしてますよね。そうですね、だから今車中泊ブームですけども、はい、まあ、当時普通に車中泊ができるっていう。これを先にこうして、こうして、よっと、まあ、こんな感じですかね。で運転席側もなるんで、まあ、ちょっと間に隙間空きますけど。そうですね、まあ、完全にフルフラット、頭を向こうにすれば足伸ばして寝れるような形になるんじゃないかなと思うんですけど、かなり画期的ですよね。いや、いいですよね、これがもう RVR の。しかもこう割り切って4人乗りにしてるっていうところがね、また そうですね、ポイントかもしれないですね。で比較的ね、走りも当時の三菱は結構良かったので、フォールド製としても結構シートも良くてですね、そうですね、バケットタイプになってるので、はい、でインパネも意外とスポーティーですよね。はい、ホワイトメーターで、まあ463がついてるんで、レッドドーム7000回転からと、まあ、結構な高回転で、でまあ、ね、特徴的なのはやっぱり三菱は、RV メーターっていうんですかね、はい、まあ、そういう2連とか3連とかついてますけど、これは2連で左は時計なんですけど、右は方位計と温度かな、車外温度が出るようになってますね。なんとなくこうラリーイメージっていうのをね、あ、そうですね、作って、あ、フロアマットも、ね、純正のフロアマットが、そうなんですよ、これがまためっちゃ綺麗ですね。やっぱり前、今歴代オーナーさんが、その上からやっぱり置いてるんですよね、やっぱり汚れたらいけないので、なのでまあ本当に新車のような、いや本当に新車みたいな状態で残ってますね。素晴らしいと思います。かなりいいと思います。はい、ちゃんとノアトリムのね、そうなんですよね、ファンキーな柄もずっと残ってて、まあ、当時結構流行った柄ではありますんで、今となっては派手ですけども、まあ、こういうイメージ多いですよね。多いです、多かったですね。
じゃあ次エンジンルーム行きましょうか。行きましょうか。よいしょ。あ、そっか、これ結構苦労するんですね、ボンネット開けて。これ邪魔なんですね。邪魔ですよね。気がつかなかったな。463ですね、まあ、いわゆる当時の名機と言われたエンジンの一つ、ね、はい。でこちらの方はうち入荷して最初の整備段階であのタイミングベルトとか交換してますので、あ、まあ、安心して乗っていただけるんじゃないかなと思います。まあ、消耗部品に関しては、ね、もう時代的にも90年代、平成8年式だから、何年なんですか。98年とか9年とかそんなもんですか。年9年なんですかね。96年ですね。96年か、はい。まあ、80ヒーローとしても99年までが対象なので、もう十分80の仲間ではあるんですけども、まあ、比較的その中でも新しい。そうですね、新しいですよね。ところでその分のまあ安心感というのはありますね。これがね、またエンジンが速いんですよ。強力なエンジンでね、まあ、言ってもライエモのエンジンですからね。そうなんですよね。この平和そうな顔にライエモのエンジンっていう、ちょっとよくわからないこの組み合わせが。まあ、うちが仕入れた理由は、まあ、一番の理由はこれなんですけどね。あ、そうなんですか。エンジンがもうこれだったからっていうので。なるほど。まあ、あの、やっぱ代表の好みが。そうですね。まあ、あの、古臭い言い方ですけど、羊の皮をかぶった狼じゃないですけど、その気になれば早いぞっていうところは、それ大事ですよね。はい、当時こういうこのミラーもね、多分つき始めたぐらいじゃないですかね。そうですね。これついた時かっこ悪いなと思いましたけどね。いやー、なんか役には立たないんですけど、まあ、いや本当は役に立つんですけど、あんまりね使う機会は少ないと思いますけど、まあ、いわゆるこう視界をできるだけ減らす、背の高い車なの で、視界が多くなってくるので減らすという意味で、はい。まあ、三菱前線の時代の代表する車ですよ。はい、いや非常にいいですね。本当にこれはもう本当に自分も欲しかったですもん ね。いや 今まさにこの車欲しいですよ本当に、うん、これ本当にいいと思います、ね。ちょっとこれはおすすめの1台ですね。はい、まあ、あのガソリン代気にされない方はぜひ。いやいやいや気にしちゃいかんですよまあこれと一緒にあの燃費車買ってくださいそう、まあ、そうですね。普段はそれで調整してください。普段は軽かなんかハイブリッドに乗ってもらって、うん、山に行くとキャンプとか行くときはこれに乗ってもらって、まあ、そういったところで、はい、ね、要は、まあ、もっと大おすすめの1台。そうですね、もう、三菱 RV ライエボと同じ 4G63 が積んである RV 車、もう多分そんなに日本にもこんな綺麗なの売ってないんじゃないかなと思います。なので日本で一番高いと思いますというわけで以上、はい、三菱 RVR でした。はい、ありがとうございます。